はい、本日はですね、フロントフォークのインナーチューブの話題というところで、これ今インナーチューブのちょうどねメタルが擦れたところに完全にね爪でカクカクって引っかかるぐらいの傷が入っています。で本来ね理想的な形で言えばインナーチューブを交換するのが理想的なんですが、とりあえずですね簡易的に、漏れを抑える処方をしていこうと思います。で一般的にですね、クロスハッチと言われる、要はね、格子状の磨き目をつけていくのがいいんですが、そういった場合にはですね、まあ、成立のフロントフォークの場合は、インナーチューブ単体で旋盤に固定して、クロスハッチの研磨ができる。ただ、この当日フォークに関しては、ここにね、フェンダーのブラケットが、せり出している関係上、ここを磨くことができないんですね。はい。なので、こういった場合は仕方がありませんので、手でね、磨き上げていくような形になります。はい。でね、磨き上げていただくのに、こういったね、耐水ペーパーを使って磨き上げをしていきます。で、注意していただきたいのは、傷っていうのは、実際ね、傷っていうのはこういう形をしています。インナーチューブの表面に対して、凹んでるとこがあるんですよね。はい、凸の部分です。凹んでいる部分。で、ただこの凹んでいる部分は磨き上げることができませんので、今、帰りと言われる、凹んだところのそば、飛び出てる面、ここを削り取っていきます。この飛び出たところを削り取ることによって、シールはね、オイルシールを傷つけて、再度オイルが漏れてしまうことを防ぎます。はい。で、磨くときのコツなんですけど、もし仮に皆さんがね、こうやって磨き上げられてるとしたら、これ、間違いです。必ずですね、要はオイルを呼んでしまうような溝をここにつけてしまうのは NG になりますので、このね、縦方向にペーパー掛けをした場合、細かい傷がね、どうしても縦方向にこうって入っちゃうんですね。で、オイルシールが往復運動をする際に、出てきた、このね、インナーチューブの表面にまとわりついているオイルをかき取らないといけないんですね。かき取らないといけないんです。でも、傷が入っていることによって、そこがね、呼び水の役目をしてしまうような、要は流路になってしまう可能性がありますので、必ずね、磨くときは、このような形で、角度を変えながら、はい、貫通摩擦をするようにですね、磨いてください。で、溝の部分を取ってしまうのではなくて、これね、飛び出てる、を、凸って言ったら凸の部分ですね。山になってる部分を削り取っていくようなイメージで。で、このね、溝は取れなくても、返りが出ている山の部分だけ、きっちりね、取れていれば、かなりね、オイル漏れを誘発する可能性は低くなります。で、ただね、100% オイルが漏れなくなるわけではなくて、どうしてもね、山の部分は削っていても、谷の部分は残ってます。谷の部分が残っているので、100% 漏れなくはできません。なので、理想はね、インナーチューブの再メッキ、もしくは、インナーチューブ交換ということで、考えていただければと思います。でね、これも、
やっぱりね、走行直後にね、あの寒風摩擦のこの要領でウエスを使ってね、インナーチューブを磨いてもらう、この作業すごく大切になります。どうしてもインナーチューブには、必ずね動く際にオイルがまとわりつきます。そのまとわりついたオイルを、フォークシールといわれるオイルシールでね、かき取るっていう作業をしてるんですが、これがねオイル分がねゼロになってしまうとね、やっぱりねシールの潤滑性能落ちちゃうんですね。なので少し薄い油膜がこのインナーチューブの表面についているのがまあ理想的なんですけど、薄いね油膜がついていると当然そこにホコリを呼んだりだとかしてね、天使の輪みたいなリングができます。でそのリングの部分を拭き取らずに次の走行をしてしまうと、やっぱりねそれはそれで、ダストシールフォークシールにね、傷を入れてしまう原因になってしまうということで、必ずねめんどくさいんですけど、これをね通常は耐水ペーパーではなくてウエスで寒風摩擦をする要領で磨き上げをしてあげてください。はい、こんな感じですね。はい、でね今まで爪が引っかかっていた傷、表面の傷、爪ではね引っかからないまでに軽減できました。ただ山の部分が取れただけです。谷の部分は残ってますので、オイル漏れの誘発確率がゼロになったわけではありません。はい、でね、これでフロントフォークを組み上げていきます。今回のフォークは、Z1000 ということで、ちなみにねピストンは見えますかね、このような形のオリフィスの大きなタイプのピストンがついています。これはこれでダンピング不足でふわふわしてしまう原因になりますので、当社のオリジナルのピストンに交換して組み上げということで、この車両に関しては、よく言うねソリッドシャープダイレクトっていうフォークではなくて、ブワン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 って言われる、どちらかというとね拍子抜けするような動きをするフォークということで、今回ねきっちり組み上げをしてお客様のもとに本日発送させていただこうと思います。じゃあ、またよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次回、今日は顔を出さずに終わります。バイバイ。